どうも、ご覧の通り4名なんですけれども、そうですね、2019年の5月にこのメンバーでやったのが最後で、久しぶりの、ステージを立たさせていただきました。今日はありがとうございます。でこんなにたくさんのお客さんも いるもんですから、ちょっとやりがいがあるかなと思いつつも、緊張の、状況もだいぶバッコンバッコン状態なんで、いろいろ音を外したり、いろいろ聞きづらいところもあるかもしれませんけども、30分間ぐらいですね、どうぞよろしくお願いいたします。古い曲をやりたいと思ってますので、多分2000年はとても届かない時代の曲をやると思います。だいたい1960年代70年80年いってないですね、多分ね、やってる曲がね、ほとんど、はい、楽しんでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。という曲をお送りいたしました。みんなご存知かどうか、映画のねタイトル曲にもなったことあるんですけども、ロイ・オービソンがオリジナルでやってますけども、その後ね1980年代にバンヘイレンがコピーをしました。ハードロックバージョンでね、ちょうどそのオリジナルとちょうど半分ぐらいかな、どっちしかずみたいな、ちょっとアレンジでやらさせていただきました。ありがとうございました。この曲は1964年の曲です。ちなみに、続いてですね、やはりこれまた古い曲になりますけども、原曲はスコットランドの民謡になります。いただきます。マイボーニング。
My body right over the ocean. My body right over the sea. My body right over the ocean. Bring back my body to me. したんですけど、スコットランドの民謡なんですけど、トニー・シェルダンという人がロックンロールに編曲して、これ1962年にね、ブリズドはレコードで出してるんです。これが実はね、バックバンドはね、ビートルズがやってるんですよ。で、競技で言うとビートルズのデビュー曲になってるんです。実はラブ・ミー・ドゥがデビュー曲なんですけど、ビートルズっていうと。で、実際はこの曲でビートルズはレコード版上はデビューしてます。勉強になるでしょという曲で甘い棒にお送りいたしました。ギターの曲なんですけども、すみません、ちょっとお知らせをします。抽選の引き換え券は、すみません、もう300を超えましたので、ここで引き換えはおしまいとさせていただきます。ご協力ありがとうございました。なんか残念なお話が今。飛び交っちゃいましたけど。あ、そうか、完売ってことでね。続いてお送りする曲なんですけども、これがまた1956年、7年ぐらいの、ロカビリーロックの時代の曲があると思うんですが、さっきちょっと音合わせでね、やらせてもらった曲なんですけど、トゥエンティフライトロック、これはエディ・コックランって人が作った曲なんですけど、やりたいと思います。トゥエンティフライトロック。Like a machine, and I can't be rocking to the queen. That's what's up and I'm on hold your time. You may dream it when it's time.
little bit and bold it up so much. Rock it up, oh, five, six, seven, then it evolved. I'm a turn, that is sad. Fifteen, oh, and then we done. And you get me sound, and two, trap, pull up. She call me on that telephone, say, come on, long. Said, baby, you're my too sweet. Body, baby, then I keep feet. They all went capital jam, but a good day stayed away. So one, two, pop it up, four, five, six, seven, but it ain't anymore. I'm a child, side to side, reaching on the nitty nitty time. And you get your big time, and your time won't go.出してるんですけど、要は自動車事故で亡くなっちゃったんですよね。アメリカの人なんですけど、イギリスに要はこんな昔の話ですけど、飛行機でとりあえず行ってたわけですけど、そのステージが終わった後に空港まで行くのに、なんかこう伸びちゃったんですね、ライブがね。それでどうしても準備してた車でってのは間に合わないってことで、タクシーを用意したんですけど、そのタクシーの運転手がもう野暮なやつでね、なんか若いやつで、かなり、焦ってたっていうのもあるんですけど、要は正面衝突してしまって、残念なことに4人いたんですけど、この本人だけ外へ飛び出されて亡くなっちゃったんです。で、残りの3人は生き残っちゃったんですけど、要は一番大事な人が亡くなっちゃったんですよね。という悲しい話で、21歳で亡くなってます。1960年、実は私生まれが1960年なんで、多分なんかこうつながりあるかもしれないね。関係ないかそれがね、それで調べてったら、僕1月8日生まれなんですよ。そのライブが1月8日にそのイギリスでやってた。そう、それをもう1回その亡くなる時のリベンジ的にもう一回行った時の帰りに亡くなっちゃったんですよね。そうだ、寒気立っちゃったんだ、この話聞いて。そうなんです、そういう話がありまして、どうでもいいですかどうでもよくないよね、大事なことですよね。じゃあ次はですね、ちょっとバラードを変えます。こういう音にします。ダメでしょ、忘れちゃった次をお送りする曲はリコースという曲、これも1964年の曲になります。But
Yeah.
たね。1968年です、この曲もね。まだね、70年超えてないでしょ。もうずっと60年代突っ走っちゃってる。もう一曲ね、やりたいんですけども、これ、実は70年代に入りました。1975年です。もうこの人なくしてね、多分日本のロックは語れないと思うんですけども、50周年を迎えたあの矢沢永吉さんの曲をやって決しなく続く愛を飛ばせばなぜかこの虚しさは愛知の面影が今でも追いかけてくる。I want you want me という曲で、これ話すと長くなっちゃうんでやめましょう。OK。 はい、
We'll be right back.
最後まで早かったです。